こんにちは。今日も視聴者さん、そして塾生さんからのメッセージを読み上げていこうかと思います。まあ、最近はね、そう言いましてもなかなか読み上げる機会がなかったんで、ちょっと久しぶりかなと思います。今日は集中的に読んでいこうかと思います。その一つですね、こんにちは、久保先生、東京の K です。まず正直に言わせてください。私はしばらくの間、速稼塾の動画を見ていませんでした。速稼塾に入る直前に参加したあるビジネスグループの方で売り上げが上がったので、ついついそちらに意識が向いていたのです。でも今そのビジネスは解散してしまいました。よくわかりませんが、なんかインチキだったようです。私が久しぶりに久保先生の動画を見たのは、持続化給付金の話題を連日出されているのを見たからです。その中でもビジネスをしている全員が対象になるというようなフレーズに関心を持ち、動画をまた毎日見るようになりました。改めて見てみると、久保先生の動画は毎日一つ一つ深い学びがあります。今回は開業届で名乗りを上げることや、きちっと納税や確定申告をすることで、事業者意識、自分が社長であることだ、こういうふうな言葉に、雷に打たれたような気がしました。私はなんとなくビジネスをやってきましたが、はっきり言って儲かればいいなぐらいな、舐め切った気持ちで、いた自分に気がついたんですと。私は久保先生の動画の通りに、訴求した開業届とこの2年ほどの間の確定申告をしました。当然この時も久保先生の、事業主は書類に強くなきゃダメだという言葉も深く私の中に突き刺さりました。はっきり言って、こんな当たり前のことまで動画で言ってくれるビジネス塾はないんじゃないでしょうか。お金の勉強やファイナンスのこと、税金や補助金、ビジネスのマインドセットなど、結局他のビジネス塾では何にもやっていないんだと思います。今日から改めて速稼塾でよろしくお願いします。持続化給付金の手続きもしました。私の場合は久保先生の動画アドバイス通りに申請しましたが、100万円が支給されるようです。非常に助かりますと。こんなこと普通気がつかないと思います。これからも私も社長、事業主という意識で日々鍛錬していきます。よろしくお願いしますということでございますね。はい、ありがとうございました。まあ、言うことはないですね。本当に当たり前のことをやっていれば、今回みたいな当たり前の救済策にもそのままスポッと乗ることができるということなんですよね。で、一部の方は今回の持続化給付金を使うためにね、開業届を遡って出したりとか、それから修正申告をしたりとかするのがどうも後ろめたいなと、後から調査が入って給付金目当てのこれ開業なんじゃないのっていうふうに言われないかなっていうふうに感じてらっしゃいますけども、きちんと自分がね、何年も前からこの事業をしていたんだという気持ちがあれば全く恥じることはありません。いや、ここで言われているようにね、持続化給付金が欲しいがために、なんとか自分のやってきたことをビジネスに押し込もうとすれば、それはやっぱりね、後ろめたいなって気持ち、私もそれ同意するんですけども、実際にメルカリ転売だろうが、ネットワークビジネスだろうが、アフィリエイトだろうが、ちゃんとビジネスをやってきて、ただその形をね、開業届けっていう形とか確定申告っていう形で取らなかったのは、それはね、これからでも修正するべきなんですよ。この持続化給付金がなかっても、これはやらないといけないことなんですよ。まあ、ですので、持続化給付金目当てじゃなくても、開業届は遡って出して、そして確定申告は必ずされてください。で、今回のね、お便りにあったように、そんな意識はなかったんだけども、意識を持てば当たり前のようにこれ開業届出すべきだなと、また法人化するべきだなと、さらには納税は絶対なんだなっていうことになると思うんですよ。いよいよですね、今回メールいただいた方も、私と同じ意識、同じステージの中で、東京の K さんですか、ビジネスをすることになります。これからが本番ですよね。速稼塾の動画、これからもご覧いただければと思います。以上です。